はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川本慎一郎です。一都三県、東京、千葉、埼玉、神奈川。この4つのですね都県に対して緊急事態宣言3月7日が延長されるということになりました。で、この決定の背景にはまいろんな動きがあったんですけれども、この一端を皆さんにご紹介し、やはりね一都三県と国とかねこれは国だとかこれはの知事だとかってもうこんなねもう しょっぱいい議論というか私からしたら本質的にですね国民の皆様都民の皆様県民の皆様に対して何ができるかというこれが政治のあり方行政の在り方の時にいややれこれは国だやれは知事だみたいなことをやってるのはね本当に情けない限りなんですよ。で今回1都3県の知事は話がまとまらなかったと当初3月2日の夜にはですね毎日新聞や日経新聞が 一都三県が2週間要請するよみたいな感じのねまあ記事が出ましたスクープまあこれスクープなのかなどうなのかなってまあ他の他社は読んでたわけですけれどももうでもこれが既成事実化して1日たって3月3日の朝になったらもうに延長ありきなわけですね議論がでメディアがわーっと騒ぎますでも黒岩神奈川県の黒岩知事はご自身のツイッターでも否定されましたけれどもそんな合意してないとおかしいとなんでこんな話が出てくるんだということになりましたそれはそうなんですよ。森田健作知事は あのいわゆる東京とです、ね、新規陽性者の数が逆転しちゃうなんてこともあってかなり緊張感あったでも神奈川は減少傾向がまさに抑えられていくので早く経済を動かしていきたいそういう思いもあのこれは知事の心にあったと思います。でも小池さんが1月2日にに西村大臣のところに行って これは皆さんで言ってね4人の知事皆さんで言ってこれからワンボイスでみたいな一都三県一つでみたいなことをうまく演出してきた中での2ヶ月後の今なわけですよねそうするとやはり神奈川の黒岩知事としてもいろいろ思いはあるけれども一都三県ワンボイスだということになると緊急事態宣言延長要請か西村大臣のところに行かなきゃみたいな議論になっているのは当然のことだと思うんですでもこれをね2日の日に毎日や日経新聞まあ私は知るかこの日誌ですけれどもこれが夜中になってボーンとね スクープを入れるってことは間違いなく小池知事やそれに近い人たちがこの新聞社にしゃべってるわけですよ。でも結果とすればこれしゃべってるのは利用されちゃったわけですよね観測気球みたいなものを上げて雰囲気を作ったと。でも結果とすれば知事たちこの時点で4知事は合意に至ってないわけですよまとまってないわけですから最終的には要請にもいかなかったってことなん。でじゃあ一方でこれ菅総理がですねこの4知事が協議してる間に先に。 いや私は2週間の以上必要だとと思ういことを口にしましまた多くの皆さん方が怒るようにもうとにかく私のチャンネルをご覧になっている方はもう宣言解除しようよっていい加減解除して守れることは守ってそのガイドラインやルールをしっかり作って街に出て経済を動かさないとコロナで死ななくても経済だとかあるいは孤独だとか違ういろんなことでもう疲弊していて傷ついて救える命を救えなくなっちゃうんだよね。 そういう思いの方が多いってこともよく分かってます。私も実は宣言。解除すべきだと思いました。でも、菅さんがまあそこで私は決断したと思うのはね。もう毎回これ。去年の緊急事態宣言。4月7日の時からそうなんですよ。小池さんと西村大臣でいわゆる法解釈をめぐって。 どの業種が緊急事態宣言の休業要請になるのか、ね、ちょうど床屋さんだ。病院さんだとか、ホームセンターだみたいな議論をしてたところから、ずっと始まってるんですけれども。まさにね、こう知事たちっていうのの責任と権限が明確にならず、みんな国だ、国だ、国だってやってきちゃったわけです。で、結果、まあ、当時はまだ安倍内閣、そして菅官房長官時代でしたけれども。ホテル宿泊療養がね、逼迫するということが予測ができたのに、ホテルの。 契約を解除しちゃったたと棟借りてるこのホテル代だって国費が出るわけですよ国に限り100%でも小池さんが解除しちゃっておかしいって菅さんが怒ったみたいなこともあったわけですね事実として。でももうここまで来たら国とか都じゃないんですよで今までの1都3県の知事たちのやっぱり雰囲気を作ってメディアに出ていや危険だコロナ怖いんだコロナ怖いんだって煽るようなことをやってそして国に。 早く出せ出せ宣言出せってこうずっとけしかけるまたあるいはいろんなお金出してくれ出してくれってやるわけですよ。今回もこれ3月なの日どうするかっていう議論の時にそんなのやられたらたまったもんじゃないというのはみんなの意見だと思うんですねだから菅さんは本来私が聞いてる限りだと菅さんは解除に向けて動いてたと解除に向けて動いてたからこそですね尾身会長とはね立ち位置が若干違ってたと。 だからあの記者会見をやらず先週の時点の話ですぶら下がりだけで対応したとこれあのちょうど山田さんのねあのからの話の時ですけれども山田さん、山田学士じゃないかみたいなことをマスコミに叩いたけどそうじゃないんですよあの。いわゆる大阪だとか各府県のね会場を巡って尾身さんと菅さんが並んで会見することの方がここがまだこれ東京の話絶対になりますからすり,すり合ってなかったらやらない方がいいと判断がなされたというふうに私は聞いていますさあここでです。 つまりね、菅さんはこういうふうに結局そっちにつくのかあ結局延長なのねじゃ経済を回さないのねってそういう批判があることは重々承知だったと思いますけれどもそれ以上にこの4知事たちの政治利用4知事たちのこのパフォーマンス合成に付き合ってられないと思ったはずなんです。だからもうこっちがこう協議をしてて決めないんだったらもう私がやるよと。 もうこれ小池劇場だとか菅が勝ったとかってもう関係ないわけです菅さんからすると今この状況国民の皆さん方が納得するように経済を動かしてそしてコロナ対応を万全にしていくじゃあ国だったら厚生労働省が窓口になって東京都とワクチンだとかいろんなことをやろうとしてるけれどもどうも私が調べると国が言ってることがなかなか都の役人に刺さってなくて都の役人が動いてないことも事実ですだからいろんな数字のデータの間違いなども出てきてます。 でこういうこともあのしっかりと私は3月8日の週の、ね、予算特別委員会で皆さんに問いかけていきたい皆さんというのは当庁の役人ですねあなたたちはどういうモチベーションで仕事をしているのか天下国家100年の刑というのを考えながらです、ね、未来に残る議論をしていきたいと思ってますけれどもつまりそういう中においてこの4知事の皆さん方本当に申し訳ないけど私からすると本質的な議論ではなくて 風を読むとととかかかパフォーマンス PR もうですからもうここはもう菅さんがぐっと飲み込んであの先に四知事が言ったら遅い遅い国が遅い菅が,い菅が悪い菅やめろみたいになるわけですよだったら先に菅さんが分かったとこどうせ出てくるんだったらもう先に言うって言って言うのは全部自分が背負ったわけですよねもうこの対立構造あおるメディアに対しても含めてもうバカバカしいから。このの菅さんの思いに私は 自民党員として菅総裁のももにいますけれども何度も私は宣言解除すべきだと思ってたでもその時の総理が2週間程度やろうと続けた以上じゃ続けた時にこの中身ですよどこまで国民の皆様にお願いするか一都三県の知事さんたちはどこまで広く都民県民の皆さんにお願いできるのかあるいはいわゆる協力金と言われているお金の保障はどうするのかここに対して身を取りたいわけです。何度前の動画でも言いました お金だけの問題じゃありませんずっと家に閉じこもって怖いのと思ってて家にいたら弱ってしまった高齢者の方がいるお子さんたちも連れて「やれあそこに遊びに来たいあっちに遊びに来たい」あるいはおじいちゃんとかおばあちゃんとこ行きたいと思っても東京から来ないでって言われるこの小学生とかね多感な時期にこの子どもたちの希少な機会を奪ってるっていうことをね私は小池知事、まあ、これある種菅総理は 西村大臣また終わるかもしれませんけれども雲の上にいる人たちが雲の上にずっといないでやっぱり現場目線になってね見ていかなきゃいけないと思うんですパートタイムで働かれてた皆さんがコロナによってそういった仕事がなくなっちゃって世帯収入という意味では予定が狂っちゃって困ってる方たくさん聞きます子どもが育ちがかり学校があります大学がありますでもその授業料だとかも払っていかなきゃいけない中でこの働き手がないっていうこともあるわけですよ。 ですから一体、このね4知事前の動画もそうですけれども何のために動いているのかって自分のためだったらもう本当に早くやめていただきたいなと思うわけですね。やはり今、私たちは東京都議会というところで自民党の中でもう連日政策議論をして来週の一問一答予算に関しての集中審議小池知事に対してもやっていこうと思っていますけれども医療を守るこれはもう大切なんです、医療提供体制をしっかりやるでもこれは今目詰まりが起きているのは目詰まりを抜く。そして 思ったよりもベッド空いてるんじゃないのみたいなこういうオペレーションができる可能性があるわけですからそういうものも含めてやはり医療を守るで片側は雇用を守るですよ。ね、あの大きなその例えば日経平均株価が3万円超えたって言ったって実感湧かんないでしょ私もわかってないですもん。だったら地道にですねじゃあ自分の,あのご家族は本当に働いててこれからどうなるんだろうかとかあるいはねあそんな いろんな大変なことが起きてるんですねって認識しなければこのこの山を乗り越えていけないと私は思うんですねですので今こそ一つになろうという時に私は菅さんが背負ってくださったんだというふうに思いますのであの四知事の皆さん私は県民じゃなくて東京都民であり小池さんとのその接点というかねいろんなやり取りしか分かりませんけれどもやはりもうやめましょうよともうとにかく早く 終わらせて早く経済を動かすことを先にしましょうということを皆様に呼びかけて今日は終わりにしたいと思います緊急事態宣言延長の背景にはいろいろなそれぞれの立場の思惑があったということの触りの部分を今日はお話をいたしました最後までお付き合いいただいてありがとうございました下記にコメントお待ちしています